2010年イギリス労働党党首選挙とは、イギリスの政党、労働党の党首を決定した選挙。5月6日に行われた総選挙の結果、保守党306議席、労働党258議席、自由民主党がそれぞれ議席を獲得。庶民人は、ハングパーラメントと化し、労働党は、与党の座から滑り落ちた。5月10日、 ゴードン・ブラウン労働党党首が辞任を表明し、9月の労働党大会までに新党首が選出されるべきだと表明したことから、事実上の党首選挙がスタートした。党の公式声明では、全国執行委員会が選挙日程を定め、その結果が9月25日の党大会で発表されるべきであるとされた。5人が出馬したが、事実上はデイビッド・ミリバンドと、 エドミリバンドの実の兄弟による一騎打ち状態であり、党首選挙としてだけでなく、兄弟対決としても、大いに話題を呼んだ。最終的に、弟のエドミリバンドが新党首に選出された。労働党の内域では、党首選に出馬するには、議会労働党全員のうち12.5%以上の推薦人を確保する必要があるとされている。 庶民人に議席を持つ労働党員は257人なので、出馬には33人の議員を推薦人として確保する必要があった。当初、出馬は5月24日に始まり27日に締め切りとされたが、ジョン・マクドネル、ダイアン・アボット、エドミリバンドらから推薦人確保までの時間としては短すぎるという意見が出たため、 締め切りは6月9日まで延長されることになった。投票は9月1日から22日にかけて行われ、マンチェスターで行われた、党大会の初日である25日に結果が発表された。投票は異なる3つのブロックごとに、かつ、一人一票制に基づいて行われた。3つのブロックとは、以下の通りである。議会労働党、庶民院及び、 欧州議会に議席を持つ議員票選挙区労働党、一般の党員票労働組合、労働党と協力関係にある労働組合や社会主義グループに参加する組合員票それぞれの票が3分の1ずつに振り分けられ合計の割合で党首を選出する。投票者は全員候補者に優先順位をつけて投票する。特定の候補者が過半数を制するまで、 再開の候補者を除外しながら、数ラウンドにわたって、投票を繰り返す方式で行われる。また、選挙を取り仕切るのは、全国執行委員会である。5月10日の閣議において、労働党内閣が解散するまでは、どの候補も出馬表明を行うべきではないとされた。保守党と自由民主党が11日に連立を、組労働党政権が解散すると、 まずは大本命のデイビッド・ミリバンドが出馬表明を行った。最終的に5月20日までに6人が出馬を表明した。6月9日、33人の推薦人確保が不可能であるとして、ジョン・マクドネルは撤退を宣言し、ダイアン・アボットの指示に回った。マクドネルが撤退を決断するまでに集めた推薦人の数は16人だった。 各候補者が取り付けた最終的な推薦人の数は以下の通り、議会労働党の指示に限れば、出馬段階で約3分の1の指示を集めたデイビッド・ミリバンドが圧倒的に優勢であった。実定のエドもその他の候補者を引き離す推薦人を取り付けたため、党首選挙は早いうちからミリバンド兄弟の一騎打ち状態となった。また、総選挙以前には、 直党首選への出馬を匂わせていた議員もいたが、その中には、総選挙で議席を失ったために実際に、党首選に出馬することができなくなった議員もいた。そのような議員としては、ピーター・マンデルソンや、ジェームズ・パーネルらが挙げられる。総選挙でも行われたテレビ討論や、各種世論調査が、今回も行われ、党首選の動向に影響を与えた。詳細は、以下の通り。 どの調査でも、ミリバンド兄弟の一騎打ち状態であり、他の候補者は伸び悩んだ。発表された投票結果は、以下の通り。再下のダイアン・アボットが脱落。再下のアンディ・バーナムが脱落。再下のエド・ボールズが脱落。結果、エド・ミリバンドが新党首に選出。出展、レイバーパーティーウェブサイト一般的に、労働党は、議員は、 現実志向の右派、中道派が多く、古くからの活動家を要する労働組合には、協情的な左派が多いと言われている。どのラウンドにおいても、エドミリバンドは、労働組合票を一番多く集めており、左派の支持を受けていたことがわかる。また、デイビッドミリバンドは、第3ラウンドまでは、最多の議員票を得ていたが、同ラウンドで脱落した。 エド・ボールズの票が同じくサハ寄りのエド・ミリバンドに流れたため、最終ラウンドにおいては、議員票においても弟、エドに遅れを取った。実際に、ーソの支持を多く集めたエド・ミリバンドの勝利は、サハの勝利として位置づけられ、今後労働党がブレア元首相以来の中道化路線から脱却し、サハ寄りの政党に戻る、可能性も指摘されている。しかし、エドの勝利は、 僅差で得たものであることから、党内基盤は強固とは言い難く、今後予想される、ブレア路線継続派、あるいは、デービッド・ミリバンド支持派との党内対立を乗り越えられるのかを危ぶむ声もある。一方、選挙区労働党は、実際の選挙の際に活動を行う、一般党員が多く所属するため、選挙の顔として知名度。 実績で他を圧倒するデイビッドへの期待が高く、どのラウンドにおいても、デイビッド・ミリバンドへの得票が最多だった。総選挙後、労働党は、下付け直前の閣僚メンバーをそのまま、影の内閣として組織しており、今回の党首選出で、エド・ミリバンドが、影の首相に就任した以外には、メンバーの変化がない。新党首に就任したエド・ミリバンドは、 今後新たな影の内閣を組閣するが、労働党では、影の閣僚を任命する際、党首が思い通りの人選をすることはできない。まず党内選挙で入閣するメンバーが選出され、党首がそのメンバーをそれぞれのポストに配置するのである。影の閣僚選挙への出馬は、党首選開票の行われた25日の翌、26日に受付が始まっており、 10月7日に開票が行われる。この影の閣僚選挙で誰が選ばれるかも、エドミリバンド体制の方向を決定づける大きな要素となる。ありがとうございます。